絶対にいい案じゃないよ。お前が住んでた家は見張られている。だからお前を使って奴らの注意を引き、奴らの拠点をたどるんだ。ああ、納得いかない。心配事なら出発してから聞く。大丈夫か？いや。よし、じゃあ行こう。誰かに会ったらどうすればいい？普通に振る舞え。感づかれたくない。普通？誰の普通だ。俺は人間不信だから誰にも近づかない。危険な連中ならなおさらだ。普通の普通だ。とにかく奴らをハッキングして突破口を開くまで時間が欲しい。ただ歩け。いいな。成功すると思う根拠は何だ？お前は監視されてるんだ。ホームレス街で待機してるはずだ。その呼び方はよせ。で、お前がフィクサーを釣るなら、俺は何なんだ？餌？お前はこの計画の要だよ。つまり、餌だ。奴らが動き出したら？そうなったら俺が登場する。先に攻撃を仕掛け、奴らが応援を呼んだり逃げたりしたら、奴らの出所を特定する。俺を信用しろ。はっ。なんだ？もう一度言おうか。なあ、お前が俺の人間不信の発端なんだぞ。誰がお前をトランクから出してやった？まあそれはそうだが。だが？ずいぶん時間かかったよな。お前とは到着するまでもう話したくない。好きにしろ。欠陥だらけの計画だ。俺の言うことは誰も聞かない。ただ歩けばいい。ああ、ちょろいだろ。ちょろいね。フィクサーがいたら援護する。わかったか？ああ、罠にかけるんだ。ああ、いえ。罠にかける。罠にかける。罠にかける。トビアス。なんだ？言い続けるのはやめろ。罠だとバレちまう。ああ、罠にかける。近すぎだ。レイモンド、見えちまうぞ。どうも様子がおかしい。かなり怪しいぞ。私立探偵らしい。事件を調べてる。お前じゃない。ベンチにいる男がチロチロ見てる。昼休み中の作業員だ。フルーは先に進め。レイモンド。友達との待ち合わせだ。落ち着け。Tracking the menu. We brought it on ourselves. Checking into places to hide it.
お前の後をつけてる男がいる。落ち着け、落ち着け。この退役軍人に何か恵んでくれないか。恵んでやるものがあるように見えるか。だがもう、おい、そんな態度はないだろう。ちょっと聞いてみただけだってのに。まったく。飛行は中止のようだ。それとそこのホームレスの記録がないぞ。そんなにご立派なのか。俺に構うな。人の家にずかずか入ってきて。ここはお前の家じゃないだろう。道の真ん中だ。さっさと追い払うんだ。そんな暇はないぞ、フルは。見せろ、さもないと、さもないと痛い目を見るぞ。痛い目だと？おめえみたいな奴がいるからダメなんだよ。たくどいつもこいつも。ああ、そうかい。楽しかった。じゃあな。フルは危ない。フルーア、出てこい。もう安全だ。銃で脅されてるからそう言うんだろ。フルーア、銃で脅されちゃいない。それも言わされてるな。ああ、くそ、時間がねえんだ。ああ、まずい。増援が来る。まだ奴の電話から追跡してる時間はない。フルは助けてくれ。カメラだ。カメラに銃を取り付けてある。こらすげえな、フルは。グレネード？高速道路のそばで？ああ、そうか。そこまで考えてなかった。マジかよ。一人と二人だと思ってた。こんな大掛かりでフルはを。Everyone get back. もう一度確認する。何か分かるといいが。当たりだ。もっと近くに寄らないと。やつの GPS の記録をたどれない。
フィクサーがブルーアを追ってるんだ。確かに不安定で武装してるが、クルー全員を引き連れてる。まだ全体像が見えてないな。こいつが必要なものをくれることを願おう。特定の建設現場に何度も足を運んでいたようだ。怪しい匂いがプンプンするな。あいつらの拠点が分かったぞ、フルーは。そろそろ出てきたらどうだ？ああ、そうだな。クイーンキーズで落ち合おう。あんなものを食うのか？あれしか買えないんだよ。食料配給権は政府が人を追跡する手段の一つだ。だから、寄付でしのぐしかない。分かったよ、クイーンキーズだな。そこで会おう。さて何が入ってるやら。こんにちは、ブルーム社のシャーロット・ガードナーです。ご存知の通り、ブルーム社がシカゴに CTOS を導入して以来、犯罪率は急激に下がりました。我々はセキュリティと安全性を第一に考えています。昨年エイデン・ピアスが CTOS へのテロ攻撃を企てましたが、こちらのセキュリティを回避することは不可能でした。シカゴ警察の協力を得て、ブルーム社ではエイデン・ピアスにつながる情報に10万ドルの賞金を用意しました。安全なシカゴのため、皆様にもご協力をお願いいたします。安全性もセキュリティもクソくらいだ。ブルームは市民を兵隊にするつもりらしい。ピアスへの圧力も強まりそうだ。奴が尻尾をつかまれたら俺も見つかる。目を光らせていい案を考えるしかないな。